さて今回は奈良県生駒市にありますグリーンプラザ山町にお邪魔しております。長坂さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて久々にね、はい、ちょっと観葉植物の、はいはい、紹介ということで、はい、今お店に売られているもので、はい、割とちょっとこう小さめといいますかね、うん、ちょうどいい中ぐらいの、はいはい、うん、サイズが売れてるというので、そうですね、おすすめもしあれば。あ、なるほど。いうのでぜひ、はい、まあ育てやすくて新しくてちょっと変わったところでいくと、このデヘロバキア系になるんですけど、これクールビューティーっていう。クールビューティー、まさにこう、はい、名前負けしてないですね。はい、なかなか綺麗です。どっちか言ったら葉っぱ自体がそう大きくならない。そうですね、はい、結構小ぶりでサイズ感と葉っぱの数のバランス、うん、がいいですよ ね。めちゃくちゃいいし、はい、これの割と強いです。はい、この模様が、はい、どうなってるんかっていう、絵に描いたっていうか、葉っぱの白いキャンバスの中に葉っぱの絵を描いたみたいな。そんな感じです。そんな感じですよね、はいはい、なんか不思議な人工物みたいな、はい、これが自然というか、うん、植物のデザインなんですか。そうですね。これめちゃくちゃかっこいいですね。本当ね、言われたように白いキャンパスの上に葉っぱの絵を描きましたっていうのの集合体みたいな。これは丈夫なんですか。強いですね、比較的、はい、で割とこの暗い室内にも強かったです、うん、なるほど。じゃあお部屋のちょっとこうインテリアグリーンとして、そうですね、もう最高と思います、うん、これ1個だけで十分かもしれない、はい、存在感が、うん、あと売れ筋で言うと、そうですね、このモンステラやっぱりもう昔から人気ですけど、これはもう定番中の定番、定番中の定番ですね、はいはい、この葉っぱの形も ね面白いし、ちょっとこう割れたようなね。そうですね、うん、これ割とサイズもね、そうなんですよ、コンパクトで、コンパクトで、まあ大体この小ぶりのやつは通称姫モンステラって言うんですけど、はいはい、その類は特にあまり大きくならないってことです。なるほど。あとカラテヤ、あ、カラテヤも葉っぱの模様がね、はい、この独特な、もう面白いのが、はい、いっぱいあります。たくさんありますけど、はい、これもちょっとエキゾチックというか、うね、ジャングルっぽいと言いますか、うん、これファシアータっていう品種なんですけど、うんうん、すごい模様ですよ ね、かっこいいですよね、うん、ちょっと男らしいですよ ね。これも、はい、裏はだから色が真っ赤に、実は赤いです、ね、赤くなっているのが特徴ですよね、はいはい、これはちょっと赤系がピンク系っていうのかな、入ってくるような葉っぱ。これもちょっとね、なんかアートっぽい配色というか、はい、うん、ですね、ここ数年ちょっと人気出てきましたね。あ、そうなんですね。割と昔からある品種なんですけど、まあ、日本の導入も進んできてるんやとは思うんですけど、まあ、結構この5年ぐらいで割とそのインドアに対する需要みたいなのがすごくね、はいはい、だいぶ特にこのコロナになってから、どうしてもこうお家でっていうような生活になったからやと思うんですけど、世間がステイホームと言ってる段階でやっぱり癒しのために部屋にグリーンをっていうので、そこでだいぶね人気が高まったっていう。あとね、ちょっとずっと気になってた間に置いてるこのオブジェといいますか、これ何ですか。これはメタルロボットっていう名前がついてるんですけど、これ売り物なんですか。一応売り物でございます、はい、なんかね、観葉との組み合わせがね、こうすごく面白いというか、そうですね、あの気がついたらうちの店にいたよ。あ、そうなんですね。これ一点物ですか。これ一点物になります。へえ、はい、首も動いて可愛いじゃないですか、はい、なんかこう自然の葉っぱものの横にこういうメタルの作り物、しかもちょっとなんかアンティークっぽい、ね、そうですね、なんかちょっと疲れて錆びてるよみたいな感じがまたいいんですかね。これアンティーク風に作られた、そうですね、アンティーク風に作られたやつだと思う。あ、じゃあ値段もそんなに高くないですね。まあ、うん、はい、面白いな。あとまあこれもそうですよね。僕はこっちの子の方が好きなんですけど。いや、可愛らしいなこれ。これもなんかメタルロボット君でございます、ね、はい、ちょっと錆びついてて、はい、哀愁を感じる。感じますよね。こっちはこっちでこの色のトーンと観葉植物のね、合いますよね、うん、結構ね。なんかあんまりだからこういうお店で普段見ないこういうオブジェね、うん、こんなもガーデンオーナメントとしてね。そうですね、例えば、庭の花壇とかにこんな置いても、ね、いいかもしれないですよね。面白いしね。メタルロボに会いに来てください。ロボにも確かにぜひね、はい、こういうのも含めてお店に遊びに来てほしいですね、うん、はい、そうですね、はい、
います。ということで、はい、今日は長迫さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。